はいどうも、妖怪三国志国取り図今回もやっていきます。リリースね、本当にお疲れ様でした。そして本当ね、大変でしたね、不具合ね。23時53分までね、お疲れ様でした。なんか40宝珠って書いてありますけどね、はい、いくらでもいただいても構わないですよということで、この辺の新妖怪についてはね、ちょっと生配信の時に話したんで、まあ、今回はね、まずはフィニャンねゲットしていきましょう。あといろいろね宝珠ももらえましたね、変換もあるしって感じ。メンテ延長分もね100もらいましたし、まあいいでしょう。何がいいんだろうよくわかんないけど、はい、無料でね配布なんで冬にはね嬉しいね。はい、武帝フニャン曹操ね獲得しました。冬にゃん曹操かっこいいね、冬にゃん曹操ゲットです。で一応ねこの冬にゃんは今回から5凸になったんだけど、そこまでねゲットできるんで、あとは七遊の試練ポイント、これも結構今回のね大変だったポイントの計算が大変だよね。この限界突破の概念のバッジと七遊の試練のバッジ、計算が途中で変えたりしたからね、大変だったんじゃないかなとちょろっと思ったりします。一応今回ね4周年ということで、冬にはね無料でもらえますんで、戦力9000、ちょっと弱いんじゃないのって思っちゃうんだけど、9000回って感じだね。ちょっとこれレベル110マックスのあれだから、まあマックスにいけるけど9000回って感じだな。まあ力2000いくからいいけど、まあ力過去だしいいけど、まあね今回のナタもね豪傑の日で、フィニャンが勇ましい日ということで、勇まし豪傑の日はお腹いっぱいだよって感じだけど、まあでもまあね、命中ぶつかりクリティカルと参照準備ですかね、1体もあって。で、フィニャンはね、こんな感じで、5凸ね、マックスまでいけるんで、14体ね、ぜひゲットしたいなと思います。喧嘩交換所が一番大変かな。で、あとね、毎日無料会社10連とか、いろいろウィンボーナスとかあるんで、特に筆じゃねえ、札ドロップなんて初日終わんねえんじゃねえのって感じだけど、あ、札を確認する方法もねえな。はい、あ、国取りおっしゃった。これはまだリニューアルされたのかなっていう感じで、ゲットしてみてください。そして、フィニャンね、ちょっと見ていきましょう。グレードは、普通に上げるのは変わらない。右上に絆ってあるから、まあ、絆ね、上げるのかな。まあでもこの辺もいいよね、ほんと。まあこれでね、ぜひ、フィニャンを使いたいなと思ってます。で、これでね、限界突破はね、これで、絆でどんどんゲットして増やしていくって感じなんだね。だいぶレイアウトも変わって、かなりの修正だったなっていうのが本当に目に見えて変わるし、なんとなく必殺技が今後2行いけんじゃねえかっていうぐらいの余白を残してる感もあるんで、取りつくもね、まさか2行来ねえよなっていうね盛りだくさんで、でもね強いね。9000はちょっと残念だけど、いいじゃないですか、育成しやすさで。で、今回ね、絆に変わったんで、封印とかもね、なんか知んないけど、いけるんだよ。だから、これやっちゃいますよ。本当はね、封印、あとね、300ぐらい絆が足りなかったんだけど、いけて、まあ、あとはね、本当は封印足りないのは、ここでね、交流ポイントでね買っていくっていう感じだったと思うんだけど、なんかね10絆3とかでいけんだね。この辺の絆とかおいおい、軍魔神とか結構
か、馬氏の氷ポイントどうやってゲットするのかもあるんだけど、やっぱり氷ポイント増やしといてよかったかな。ということで、私の封印は、なんか知んないけど、変換したら、なんか、いけるようになっちゃった。ラッキーって感じですかね。なんかこういうラッキー、なんか変換のあやなのかな、計算のミスなのか、わかんないですけど、あとなんか300ぐらい足りなかったやつが、いけるようになりました。あと、経験値玉がなんか、桁数が増えたみたいな感じなんで、あれですね、まあ、これで封印も15,500いくんで、いいんじゃないですかね。まあ、冬にゃん、今回の冬にゃんが、9000なのは残念ですけど、これでまた、1万妖怪がね、増える感じになるのかなと思います。確かログインボーナスで、経験値玉いっぱいもらえたんじゃなかったっけ。そうだね、これね。これで、レベルがね、だいぶ、変わってるので、超4凸が、4凸、1凸、3凸、5凸、超4凸、違うね、1凸、3凸、5凸、9凸、超4凸、超10凸で、それぞれね、0、1、2、3、4、5って感じになるんで、だからこれ、草薙なんか超8凸だったから、100で、で、あと、限界突破がね、あとちょっとって感じ。でもなんか線切ってるから割と超急突ってたらもうかなりお得だったのかな。ちょっとわかんないけどね、余ってる絆とかがよく意味がわかんないんだけど、なんかこの辺計算がミスってんのかな、よくわかんないけど、意外によく見たら、よくよく見たら限界突破いけんじゃねえかっていうのがあるかもしれないね。超4これなんかいいよな。ガッキさんは、ハグキさんとか、もうあと1凸になったから、ねえ、レベルが上がりましたね。超4凸だった妖怪とかはレベルの上限が上げて。この辺足りてないんだけど、さっき、受け取った分とかを見ると、これでもあとちょっとでクリアとかになってるんだな。この辺は変換しようか。一回、なんか一回あそこに戻してる意味がよくわかんないけど、でもこれ変換してる分なんだろうね。七遊は絆に変わったという感じだね。これクリアするとどうなる？絆をどんどん活躍か獲得できる感じか。なんかこんなに獲得できたら一気に引けちゃうような気がしちゃうけど、違うのかな？はい。まあまあちょっと見守りましょうかね。あ、絆じゃないんだあれは。なんちゃらポイントだ。で、討伐戦はね、12時からなんで、それを待ちましょう。第一形態はね、エンマと、カエの風が苦手。で、この辺もね、ちゃんと強いに変えるの忘れないように。しましょう。あとはこれどうやってお供え物買うかだな。で、だから全体的にレベルがずれたんで、レベルね、上げる要素が多い状態にこんなにいるって感じで、だから経験値も早くしたんだなって感じあるよね。強いのから順番に育てようかなと思います。まあ討伐戦ね、第一形態、あ、これ出したか。これ明日やろうかな。討伐戦ね、ナタがね、まあでも、10円報酬だけじゃないんで、かなり、私的には好感を持ってます。もうちょっと生配信の時にかなり、みんなと一緒に見たんだけど、もうなんか戦力が全然違うな。フユニャンの倍じゃないね、1万8000ね。まさかここまで強くしてるとは思わなかったんだけど、まあこれはただ超10突のね、あ、今回だと5凸なのか。5凸のパターンなんで、それより変わるだけで、まあ、倍の強さだから、すごいなっていうね、そんな感じで。最初、ね、前回のカブキロイドがあったから、あれだけど、今回は強いの、持ってきましたね。ただ、さっきも言った通り、順位報酬じゃなくても、ゲットできるのが嬉しいところですね。
これはすごいね。でモスの弱点がね、こんな感じで出てるので、うん、リポか氷、ウスラ武器に雷、これは揃ってるんで、ね、楽しみに待ちたいと思います。まあブルジョワとかもね、あと今回アメージングミッチーも持ってるので結構ありがたいかな。無料馬車10連もね、毎日あるので、あとはこの辺の60連とか30連ごとに調整確定とか、まあ有料法人もねあるけど、まあちょっといい感じになったんじゃないでしょうか。お宝コインは交流ポイントになったな。お宝コイン残しといた方が良かったね。大失敗だ残しといた方が良かったね。こんだけしか残してないわ。なるほど、残しといた人正解だわ。残しといた人正解、大正解だな。残しとけよかった。はい、とりあえずこんな感じで統括戦で進めていきましょう。交流ポイントでね、さっきみたいにもうよく見たら風味みたいに上げれる妖怪がいるかもしれないんで、その辺はね群馬神ともどもチェックをして、もうあとちょっとだからね、孔明とかもどんどん、だってあと100で足りるからね、どんどん上げちゃいたいなと思いますね。これなんか4500だけど、あとでね600、これ今月中にいけちゃうじゃんみたいな、交流ポイントがあればだけどね。うん、こんな感じでなんか楽しんでやっていきたいなと思います。ウズベカコインゲットしたかったな。3500、これなんかもういける感じですしね。うん、とってもありがたい。あとはちょっとこのお供え物がどこで売ってんのかね、それだけ探りたい。あとは記念ポイントとかは課金なのかなっていう感じ。パネルミッションで不意なんかね、これねどんどんやっていきましょう。でビンゴで、ビンゴミッションね、これデイリーがあるので必ずやるようにしましょう。でプレイヤーレベルね、これもいいんじゃないかな。スタンプ、ピントニャンスタンプゲットしました。ありがとうございます。これで御神木強化。これはちょっとショックなのかな、ちょっと確認しておきます。あ、グダだ。で、あとグダがね、ショップでね、はい、グダがラインナップ変わりました。で、あと今回スキル継承のポイントがね、この辺中身がだいぶ変わったりも追加っていう感じかな、したんだけど、これがね羽が毎週で、毎週だ、毎週級これでスキル継承1個分。まあ今までだったらエスコンが9個の玉字分だったから、エスコン9個 800×9 7200と、まあ玉字もこれとか合わせてれば9000は多分超えてたと思うので、プラチナがねいくつか必要だったから、まあまあ同じぐらいなんじゃねえのっていう。ただね、前は地場金貨でそうエスコンとか交換できたから、あとはまあいろんなイベントでエスコンとか玉字とかゲットできたけど、この辺地場金貨にあの羽が あったら、なかったらちょっときついなっていう感じはしますかね。うん、そんな感じですかね。ちょっとお供え物だけ分かんなかったな。どうやるの、お供え物がないのかな。素材はどこでゲットするのか、これはちょっとガシャガシャ探したいと思います。はい、とりあえずこんな感じします。ナタはねゲットできそうですね、頑張れば。はい、250以内とかそんな
厳しいレベルじゃなさそうなんで、カードの中身もね、みんな絆に変わってね、うん、いいんじゃないでしょうか。スプーンは一応、ああこんな感じで優しいバージョンですね。3000円でも1000以内とも、750以内で1000か、だからかなり優しくしてくれてる気がしますね。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。とりあえずナタね、楽しみにやって、うん、ちょっとどんどん群馬神もな、2万6000あるけど、交流ポイントでかいね。すげえ育成をはかどりそうな感じはします。これあれか、エスコンとか余った分もちょっとわかんないな。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。フユニャンはでもね、ぜひゲットして楽しんで歌っていきましょう。記念ポイントは多分課金なんでね、残念でございますな。であと質問もあったんだけど、多分ピックアップガシャみたいなのは今週末か来週とかにね、去年もそうだったんだけど来ると思うので、その辺楽しみにしましょう。しかし私延期したらダメだと思ったけど、よくね、うん、復活しましたね。このアイテムはどこでゲットするんだろうな、それだけ気になるな。スキル継承ね、30個だね。はい、じゃあ今回こんな感じにします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。そうだね、一生懸命レベル上げしないとね。はい、じゃあすいません、またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。じゃあリリース頑張ってもらったから、目いっぱいイベント楽しみましょうね。みんなが当てたっていうガシャも頑張りたい。これ両方強いよね、聴覚打ち消しがあるよね。どんちゅう、こっちは、ね、蝶はシンプルに強いバージョンだね。で、こいつらが特攻と。だから、極意とかあんのかな？はい、ごめんなさい。またお会いしましょう。バイバイキー。